茨城県道31号売り面まだら線は、茨城県中市から、日立中市に至る県道である。1977年2月14日、前進にあたる、旧、県道中売り面線、県道沢停車場線、県道、沢停車場まだら線、県道菅谷稲田線の4路線を廃止、統合して、主要地方道に昇格させた、起点を、中郡売り面町、終点を、 勝田市大技まだらとする剣道売りづらまだら線として路線認定した。認定当時、終点は、日立中市大技まだらの大分け三叉寺であった。後の1995年には、茨城県道の路線再編成が行われて、現在の整理番号31になり、現在に至る。道路法の規定に基づき、中市、福田日立中市調査官を呼び、 日立中市工場同士高野間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。起点の中市、国道118号分岐から JR 日立、高野瀬駅前を通過し、県道65号との交差点に至り、ここを左折し、常磐自動車道のガードをくぐった先に、 中市役所前を経て、国道6号馬込十字路を直進、笠松運動公園付近を通り、校庭の激しい道を経て、終点の長砂公店は一面畑で横に、JA、長砂直売所がある。旧道は、中市のひばりが丘交差点を南下、JR 上、菅谷駅前を通過し、国道349号旧道で左折する。国道349号中バイパス。 菅谷古島交差点を直進。東道はそのまま直進し、国道6号稲田十字路を経て、沢駅前入り口のを直進、県道284号との重複区間を経て、東県道原道と合流する。中市、河野須福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 現在の茨城県道104号中売り面線とは別の路線である国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のことありがとうございます。